ラムパン県はタイ、北部にある県の一つ。チエンラーイ県、パヤオ県、プレウ県、スコウタイ県、ターク県、ラムプーン県、チエンマイ県と接する。旧名は、ケランナコーン。日本語表記では、ランパン県、ランパン県とも言う。ラムパン県内には湾川が流れその平地を取り囲むように産地がある。ランパン市周辺の産地では、陶石、粘土、 活旦を豊富に産出するため工業が盛んである。またこれらを原料にした用業が盛んである。ムアンラムパーン軍とコカー軍には200を超える陶磁器製造工場が散在している。主な製品は植木鉢や人形などの調度品、タイルや飾り柱などの建築資材、食器など。県内名門群では地下に活旦が豊富に埋蔵されており、 これを露天掘りで採掘するとともに、鉱山上に大最大の火力発電所を建設し、採掘後直ちに燃料として使用している。県内 J ホム郡には、県内で産出される活炭と石灰石を使った、大北部では最大のコンクリートプラントがある。農業は稲作のほか、パイナップルの生産が盛んである。7世紀からラムパーンは、 文族のハリプンチャイ王国の都市として機能していた。11世紀にはカンボジア人にとって変わられ、その後1292年、ラーンナータイ王国のマンランイ王時代にはタイ人の王朝にとって変わられた。しかし、その後ミャンマーの占領下に置かれた。カービラ王によって1774年再びタイの一部となった。検証検証は、 ワットプラタートルワンの白いホコラがデザインされている。地元の伝承ではブッダがここを訪れた時に、地元の人がブッダを歓迎する場所がないことにインガミが気づき、インガミは変身してこの白い胸に変わったのだという。県木は、ホーラプテリア・インテグラフォリア、県下はヘリコニア、ラムパーン県は13の郡に分けられ、その下に百0 0の町と855の村がある。ありがとうございます。